嘘。あ、すみません。あの、爪やのものなんですけど、今朝間違ってチョコが入ってしまったみたいです。そうなんですか。あ、すみません。ありがとうございました。はい、さっきはすいませんでした。駅前まで行きますか。え、ああ、駅のちょっと向こうまで。自転車借りちゃダメですか。はダメですか。ちょっと急いでて、今朝長官間違って入ってたじゃないですか。それ気にしてたら遅くなっちゃって。ああ、それはあのすいませんでした。あの、どちらまで行かれるんですか。私こぐんで貸してください。いや、あの、僕こぎますんで。後ろ、どうぞ。いいんですか。すいません。お疲れ様です。お疲れ。あれ、アンナちゃんクビになったんじゃなかったっけ。え、言ってたよ店長がさっき。え、3日間連続1時間以上遅刻でしょ。まずいでしょ。まずいんですか。まずいでしょ店長。まずい。どうしたのそれ。何してんの。男の子の後ろに乗ったら乗ったの今日自転車で。そしたら破れた。誰の。新聞配達の人。付き合ってんの。通りすがりの人。ナイス、全然まともになってないじゃん。それだからあんなダメなんだよ。あ、ねえねえ、付き合ったらさ、朝早起きできんのかな。え、新聞配達の人と付き合ったらさ、朝早起きできんじゃん。できるかよ。ねえ、うん、後でさ、洗濯機の中の洗濯物干しといて。いつ洗ったやつなの。今の朝。早く干さなきゃ匂いついちゃうよ。せっかく洗ったの。今日ね、バイトクビになったんだ。そうなんだ。興味なし。誰のために朝から働く人になろうって頑張ってると思ってんだよ。だっていつもクビになってんじゃん。結果じゃなくて家庭見てよ。家庭って言っても。Thank you.
それに災難は続いて今家に入れないんです。鍵なくて窓も閉まってるから入れないし。窓は開いててもここ3階ですし。見てください、これ。あ、それ昨日後ろに乗せてもらった時に。あ、なんていうか一応ごめんなさい。このスカート気に入ってたからショックで。これでいいですか？あ、ありがとうございます。いえ。っていうか、はい、敬語やめない？ああ、僕はどっちでも。じゃあやめよう。ハンガーある？ハンガー？ ああ、あります。はい、ありがとう。いつも窓を開けたまま出かけてるんですか？この部屋湿気がやばくて。そうじゃないですか、誰か入ってきたりしたら。いや別に取られてるものとか何もないんで、欲しいものあったらどうぞって感じです。大事な人とかいないんですか？大事な人？早起き得意？いえ。得意って言ってよ、新聞配達の人でしょ。いやそれは仕事だから。なんかそれ残念だよ。残念って言われても。魅力激減。約束通り明日の朝に出てってくださいね。僕も悪かったかもしれないですけど。かもですよ。でも分かってるよ、何にも取んないし何にもしないよ。ごめんなさい。じゃあ僕もう寝るんで。え、まだ7時なんだけど。2時には起きるんで。それ早起きっていうかまだ夜だよね。配達前にもいろいろあるんです、仕事は。なんだ、新聞配達の人と付き合っても意味ないじゃん。何ですか？何でもないです。おやすみなさい。おやすみなさい。
何してんの？え、だって窓閉めなくてもいいんでしょ。そうだとしても普通遠慮して玄関から出るでしょ。いいじゃん、お付き合いもこれで終わりなんだし。はあ、晴れたら朝日見えるのにな。なんかガタガタしてお尻痛いんですけど。急いでるんです、早く返したいんですよ。そんな正直に言わないでよ。何があったかとか別に聞きたくないですけど。お元気で。お邪魔してます。